ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-110 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-110。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-110 への入り口は、O5。からの承認がある場合を除き、常に閉鎖状態を維持します。SCP-110 を公約6平方キロメートルの土地は、一般市民の目を引かないよう郊外地区として開発されます。SCP-110 が発生させる可能性のある全ての事象は、微弱な地震活動であると説明され、その他の苦情は無視されることになります。説明。SCP-110 は、ニューヨークの、に存在する、大規模農場の地下500メートルに埋没した都市です。第2および第3調査チームが実施した調査により、都市の総面積は、約6平方キロメートルに及ぶことが判明しています。SCP-110 の内部からは、興味深いアイテムが多数発見されており、それらは今後、SCP-110 と分類される予定です。SCP-110 に関する基地の来歴。来歴は全て紹介すると長くなってしまうので、ざっくりと紹介していくぜ。まず、1900年代のある都市に、ニューヨークの中心から遠く離れた郊外で大地震が発生する。死傷者は男性一人とその飼い犬だけであったため、地震が大衆の注意を引くことはなかったようだ。その後、大地震の震源地付近で小規模な地震が多発したため、公の機関による調査が行われたが、原因は判明しなかった。次に、財団の調査チームが震源地の調査に向かったところ、震源地付近で、SCP-110 の位置と呼称されることになる謎の存在の出迎えを受ける。調査チームは SCP-110 の位置を拘束、尋問した結果、地震の原因は、SCP-110 の影響で地下の土や岩が移動しているためと判明するぜ。財団はこの時点で、地下都市の存在を知ることになったのね。その後、財団の発掘チームによる作業により、SCP-110 を覆っている外核までたどり着くことに成功するが、外核は破壊不可能性を有していたため、発掘作業は数ヶ月間足踏み状態になってしまうぜ。それから約5ヶ月後、とあるスキップ内に記録されていた情報の復元、解読作業中に、SCP-110 の情報を偶然入手した財団は、情報をもとに SCP-110 の入り口を発見することに成功し、ついに内部に侵入することに成功するぜ。内部には、崩壊した都市が広がっており、腐敗臭が漂っていたそうだ。実際、内部には数千人の遺体が存在したようだな。ここから、本格的な発掘調査が開始されたわけね。ああ、そうだ。では、続きをどうぞ。SCP-110 の構造。SCP-110 内の街並みは、一般的な路面電車、列車、その他の交通機関で接続された、複数の同心円で構成されています。また、SCP-110 は複数の区画に分かれており、それぞれの区画が異なる役割を担っていたことが財団の調査員により特定されました。詳細は以下の通りです。中枢区画。SCP-110 内で発見された地図の多くは、地図中央に示された列を、中枢区画と示しています。財団の第一調査チームは、多くのセキュリティ制限を課せられながらも、当該区画において、都市の自給自足を維持するための無数の技術を発見しました。発見された技術の多くは、リサイクルシステムに関連したものであり、核融合と地熱を用いエネルギーを生産する複合反応炉や、緻密に構成された水の循環システム、大規模な廃棄物再処理場などが存在しました。また、中枢区画は複数のエレベーターと非常階段に囲まれており、区画内の多くの領域が研究区画として特定の人員に割り当てられていたようです。大庭園。かつては樹木が生い茂っていたと思われる、大きく開けたドーム状の領域であり、中枢区画はこの領域の内部に収まる形で存在します。ドームは1枚の巨大ディスプレイ、構成素材は未特定、であり、時間経過を示すため、1日の空の動きを映し出していたようです。中枢区画から大庭園へは、路面電車の路線が複数通っており、少なくとも庭園の3つの階層へ移動することが可能になっています。財団の調査担当者は、この構造を車輪のスポークのようだったと説明しています。区画ごとの死者数は当該区画が最も多かったため、大庭園区画は、都市内で最も交通量の多い区画であったと思われます。環状商用区画。大庭園区画を円状に取り囲むように存在しており、個人商店やチェーン店が並ぶ区画です。販売されていた商品が都市内で製造されたものかは判明していませんが、中枢区画の規模と都市の自立性から考えると、中枢区画内に生産区画が存在した可能性が高いと思われます。
環状住居区画 A。当該区画で見られる生活スタイルは、住民が富裕層であったことを示唆しており、都市内の各所で発見された文書も、この示唆を裏付けるものでした。環状住居区画 B。当該区画には、中産階級の市民が多く居住していたと思われます。また、当該区画では現在までに、角スキップが回収されており、現在も探索が継続されています。環状住居区画 C。当該区画には、下層階級の市民が多く居住していたと思われます。保存状態が劣悪であったため、現在、財団の保守チーム1の12により補修作業が行われています。中枢区画から最も距離が離れている区画であり、当時発生した上乱による被害が最も大きかったと推測されています。菜園群。大庭園よりわずかに小さいものの、広大な菜園であり、都市内の全市民が消費する食料のうち、約8割が当該区画で生産されていたと推定されています。また、調査により、当該区画はかつて野外に存在していたことが判明しており、何らかの事故により、SCP-110 が約300メートル地下に移動した際に、当該区画も地下に引きずり込まれたものと推測されています。各区画で確認されている建造物の損壊は、この移動の際に生じたものであるようです。この菜園群の調査は、財団に有用かつ発展した植物栽培技術をもたらしました。動物園。都市内の全市民が消費する食料のうち、約2割が当該区画で生産されていたと推定されています。当該区画にはかつて、飼育される動物の本来の生息地の環境を再現するシステムが存在し、少なくとも20の階層に分かれていました。各層の環境は細かく制御され、異なる種の動物同士が接触しないよう区分けされていたようです。また、当該区画に隣接する遺伝子研究所が完全な形で残されていたため、現在、財団職員により調査が継続されています。遊園群。当該区画は、レクリエーションのみを目的として利用されていました。当該区画は、環状居住区画同士の間に存在し、公園、ショッピングモール、人工的な水場など、市民のレクリエーション施設で構成されています。現在これらの区画を、気温や湿度が制御された環境を必要とする、スキップの収容に利用できないかという提案がなされており、改装計画が作成されています。SCP 研究館。SCP-110 の外周には、財団の基準でセーフ、およびユークリッドクラスのスキップを研究する施設が存在したようですが、それら施設の存在が記された文書は、現在までに一切発見されていません。この事実は、SCP-110 が民間の企業や組織によって計画、建設されたものではなく、現在、財団にとって道であるスキップを収容する目的で使用されていたことを示唆しています。当該区画は、他の区画と比較しても際立って損傷が激しく、非常に危険な状態にあります。また、その損傷具合から、危険なスキップが脱走し、現在も当該区画内に存在する可能性も考えられます。SCP 研究館の探索を担当した第3調査チームのメンバーのうち、生きて探索を終えることができたのは2名のみでした。SCP-110 の建築様式。SCP-110 は、人間によって建設されたことが確認されており、建造物に用いられている建材はすべて、地球上に存在するものです。ただし、建築様式は区画により違いがあることが判明しています。主な様式は以下の通りです。中枢区画、近代実利主義様式。各種庭園、復興ギリシャローマ様式。環状商業区画、ポストモダン様式。環状住居区画 A、R デコ様式。環状住居区画 B、印象主義様式。環状住居区画 C、近代実利主義様式。SCP 研究館、損傷が激しく特定不能。SCP-110 内の建築物に多くの建築様式が用いられている事実は、SCP-110 の建設時期を特定する作業の妨げとなりましたが、SCP-110 内で発見された最古の文書には、SCP-110 が、グループにより、頃建設されたと示されていました。文書ナンバー 001A。最後のメモ。このメモを見つけた方へ。私の名前はスティーブン・コルスニックです。いや、スティーブン・コルスニックでした。あなたがこのメモを読んでいる頃には、私はこの世を去っていることでしょう。私はこの都市のチーフエンジニアであり、外周の収容施設と居住リングを対象とした、計画の管理者でもありました。として知られる実態に関連する事故により、の街全体が、の元のエリアから移動しました。ここにいる誰も、自分たちがどこにいるのか知りません。私が観察した限りでは、アウターリングが甚大な被害を被ったようであり、
また、その中身により、インナーリングの市民にも被害が広がっていると思われます。いずれにせよ、コアが大きな損傷を負ってしまったため、我々の命運は尽きたと言えるでしょう。コア内に存在する主要な生命維持システムのうち3つは、修復が不可能なほどに損壊しています。仮に修復が可能であった場合でも、私たちの命が尽きるまでに作業を完了することは不可能でしょう。生命維持システムは、あと4から10時間で停止すると思われます。このメモを見つけた方へ。可能な限り、を収容し続けてください。私たちの収容手順が犯した過ちを繰り返さないでください。もし過ちを繰り返すことになれば、あなたはきっと後悔することになるでしょう。メモはここで終わっている。SCP-110 内で発見されたスキップのリスト。特に注目すべきは、SCP 研究館のビバリウムにおいて、他の非異常の動植物に混じって発見された。安定した個体数の SCP-392、SCP-4781、SCP-5280 についてだと思われます。SCP-392 は、紀元前800年頃に、呪術的手段を用いて改良された桃の木だ。桃の木ではあるものの、実るのはある男性の頭部であり、頭部には個別に意識のようなものも存在するぜ。SCP-4781 は、ナメクジの一種で、通常のナメクジとは異なり、食用酢を好んで摂取する食性を持っている。また、認識災害を引き起こす能力があり、地震の周囲にいる人間に、地震をキュウリのピクルスであるように認識させるという性質を持っているぜ。SCP-5280 は、西洋ミツバチの一種で、地震と物理的に接触した植物を改変する能力を持っている。ちなみに、改変された植物は、基本的に異常性を持っておらず、人間が接触しても問題ないものばかりだ。回収された文書では、報告書は以上だ。財団の基準でセーフとユークリッドクラスのスキップを研究し、同時に、ある特定のスキップを収容することを目的に建設された。ニューヨーク郊外の地下500メートルに存在する、かつて高い自立性を有していた都市、ということでいいのかしら？ああ、それで大体合ってるぜ。もともとは地下200メートルに存在したようだが、ある事故。というか、収容違反が発生した際に、現在の位置まで移動してしまったようだな。そして、報告書を読む限り収容違反を起こしたのは、この都市が建設される理由になったスキップということなんだろう。そして、そのスキップは、現在も SCP 研究館内に存在する可能性があると。ああ、その通りだ。実際、研究館の探索を担当したチームには、結構な被害が出ているようだし、何者かが潜んでいるのは間違いないだろうな。これ、入り口を封鎖して、そっとしておくのが最適解なのでは？確かにそうかもしれないが、財団の理念的にそれは無理だろうな。そっか。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。